はい、どうも皆さん、こんにちは、ミサです。本日はですね、消費トレジャーゼロキャンペーンの第3弾が来たよっていうことで、まぁ、ちょっとそこら辺についての話をしていきたいなっていうふうに思ってます。まぁ、今回の第3弾は、シバ、エウロペ、ブローディア、グリムニル、メタトロン、アバター、ダクラプ、リンドブルムっていうような感じになってるんだけど、まぁ、俺がメインで今回言いたいのはマグナ2ですね。マグナ2なんだけど、まあ、正直今回で処理できるか、自発に対する処理したいよっていう人の供給量が多すぎて、需要に対してね、もしかしたら倒せねえよってことが、正直あるんじゃないかなっていうふうに睨んではいるんだけれども、自発自体は今後ちょっとしておいた方がいいよっていう話をしていきたいなと思ってます。はい。で、基本的に俺はこの中で捨てといた方がいいやつっていうのがいると思ってて、どういうことかっていうと、さっき言ったように供給量に対して需要量が上回るから人が来ないぞっていうことがあり得るやつがあるんだよな。で、あと強さ、敵が強くて、純粋に強いから倒しきれねえよっていうのが、リンドブルムだな。このリンドブルムは正直ちょっと、倒せるとは思うんだけどね。もしかしたら倒れないかもしれない。あと、自発の素材が軽めですね。今回のダクラプもそうなんだけど、基本的に自発素材が今回のその無料のトレジャーゼロのやつは、軽めなやつが多いかなっていうような印象があって、で、特にリンドブルムとかは、ジェネシスフラグメントっていうのが必要になるんだけど、このジェネシスフラグメントっていうのは、マグナ2を自発してたら出てくるんですよね。そう、マグナ自発出発してたら出てくるから、で、結構他に使うやつがほぼほぼないんだよね、このジェネシスフラグメント。だから、プレイしてると結構ただ余りになってくるんですよ。で、リンドブルム自発するのに3個だよね。5個じゃないよね。3個とか必要になるんだけど、このリンドブルムは、普通の状況で出しても結構、人自体はそれなりに来てくれるし、なんつうんだろうな、自発的にも軽い。だから今、消費トレジャーゼロだから出発するぜ、救援、あとは頼んだぜ、みたいな感じでスタートしてしまうと、もしかすると、倒せないこともあるかもしれないですね。ちょっと、そこら辺は、一回失敗したらでいいかもしれないな。一回失敗したら、ダメなんだって思って やめてもいいかもしれないんだけど、何にせよ言えるのは、今回の自発の中で、消費トレジャーが一番重いやつ。ダークラプチャーから、ダークラプチャーからマグナ2かな、なんだけど、一番重いやつは、そうね、初心者というか、強さの基準にもよるんだけど、一番重いのはダクラプになるんじゃないでしょうかね。アニマが必要なんだけど、このアニマって、なんかアルティメットバハムートとかだかで結構手に入るから、アルバハ系列だったよね。結構ただ、なんか強い人ってダクラップ余るんですよ。この消費トレジャー、アニマ系が。全体的に余ってて、いいやっていう感じで自発するんですけど、多分これ、アルティメットバハムートやんないと少したまんないんじゃないかな。だから一応重いのはダークラプチャー。だから真っ先にこれ自体は自発しておいた方がいいかなっていうふうに思って。報酬もそれなりにうまいしね。もしちょっとこのアニマを消費したくないよって思うんだったら、やっとくといいかもしれないです。で、それ以外、リンドブルムはちょっと人が集まるか、俺は怖いなって思ってるよっていう話なんだけど、で、そこからメインのね、このマグナ2なんだけど、マグナ2はね、割とマジで必要じゃなくても、自発しといた方がいいと思ってるんですよ。人来ないんだけどね。メタトロンとアバターは特に。メタトロンとアバターマジで人来ないんだけど、それ以外のやつ、別にメタトロンとアバターも自発していいと思うけど、まず、消費トレジャーで言うと、クリスタルが必要になるんですよ。ここら辺は。クリスタル系。で、このクリスタル系列っていうのが、マグナ HL からしか出ないんだよね。そう。で、特に青箱からの、出発というか出現率が多く、聞くて、要するに火力が出せない場合だったら、クリスタルを集めるのにもちょっと苦労してる人もいるかもしれないですよね。だからマグナ HL を日課にするのが習慣づいてないと、クリスタルが足りなくてヒーヒーいっちゃうよみたいなこともあるかもしれないね。だから、自発しておいた方がいいよっていうことと、あと自発報酬がマグナアニマの確率明らか高いんですよね。5、6倍ぐらいあるでしょ、わかんないけど。めっちゃ適当声だけど、本当にそんぐらい、明らかに自発した時の、マグナアニマの出現率がやばくて、で、アニマからマグナアニマに変換しますよっていうのも、結構大変じゃないですか。そう、このアニマからマグナアニマに変換する際に、エレメントかなり使うじゃないですか。マグナアニマ、HL、これかな？そうですね。アニマが10個と、
エレメントが30ですよね。エレメントが30必要になってるから、まあ、それで結構エレメントが足りないよっていうことも多いと思うんですよ。で、マグナ2が始まると、マグナ2をやってるよっていうような人って、おそらく、例えばだけど、まあ、マグナ2と同時に、10点集の最終上限解放とか、週末4突とか、まあ、そういうのをこう作り始める時期だと思うんですけど、そういう風になってくると今まで溜め込んでたエレメントを全て大放出しなきゃいけないんですよね。うん、で、まあそういう風になってきたら、少しでもただその消費のエレメントの数を減らしてなって思ったら、マグナアニマを直ドロさせる方が効率がいいわけですよ。そうだよね。だってこれマグナアニマ作るのに30個いるから、例えばだけどこれがさ、この10個作んなきゃいけないよっていう風になった、300個必要なわけですけど、この300個がもともと芝のマグナアニマ持ってたら、マグアニマ持ってたら浮くわけだから、うん、そう考えるとね、まあエレメントを少しでも、やるには、エレメントを少しでも安上がりにプレイングするには、最終的にちょっと楽をしたいなって思うのであれば、マグナアニマの直ドロが欲しい。で、マグナアニマの直ドロに最適なのが自発っていう風になってるから、マグナ2は、まあ、自発した方がいいとは思うんですよね。ただね、やっぱ処理が結構苦しいので、マジで戦える編成で行った方がいいですよ。メカニックとかは、はい、全然おすすめしないね。うん、もう普通に戦える編成で行った方がいいと思ってます。これだけはちょっと、言っとくわ。うん。まあ、多分供給がね、こうやって見ていくと、ほら、ダクラップ、シバ、グリミニル、アバター、エロペ、全部無料なやつなんだけど、まあ、こんな感じでボロボロ出てるんだけど、救援の人見てみようか。まあ、ダクラップは結構人いるんだよな。ダークネス青森県がたくさんもらえるから、もうダークネス青森県がダクラップでしか手に入らないんで、スキル、週末4突の第2スキルだね、を入れ替えるためには、このダークラップ、行かなきゃいけないから、そう考えると、まあ、ダークラップの需要は高い。まあ、ここから見てもね、わかるように。ただ、シワ、グリームニル、アバター、エウロペ、人が少ない。明らか人が少ないでしょ、これ。まあ、これがデフォだと思った方がいいね。だから、しっかりと自分で殴れる編成とかを準備しないと、まあ、倒せないよっていうことがあるかもしれないですね。まあ、芝は大丈夫だと思う。うん。まあ、でも5分経過しても次の古戦場が日売古戦場だから、芝と、まあ、次の次、土売古戦場がもう発表されていますので、芝と、ゴッドガードブローディアは人が来るでしょうねってことが予測できるんだけど、それ以外のやつが人が来づらいっていうのは全然あると思うんですよ。そうだから、ほら1時間5分、つまりもう30分経ってるのに2人しかいないよっていうような状況になってる。供給過多になるのはもう明らか予測できるから、そこはしっかりと自分の中の準備を進めておいた方がいいよっていうことは言っておきますね。うん。ただ、まあ、何にせよ、ちょっとマグナアニマ、まあ、グラブルで強くなってこようとすると、マグナアニマが足りなくなる、こういう系のマグナ2のね、マグアニが足りなくなりますよ。ただ、自発をしてしまうと、自発をすると、マグナアニマのドロップ率が多いから、まあ、ちょっと今後のエレメントが浮くよっていうような話でしたね。まあ、ぶっちゃけ救援とかしてもいいと思いますけどね、今だったら。救援をするメリットもあって、まあ、今だ、マグナ2の武器をここから揃えて生きてんだっていう人の場合は、逆に考えてみて、結構チャンスの可能性がある。救援チャンスね。どういうことかっていうと、ほら、こうやって5分とかで2人しか来ないっていうことは、ある程度貢献度を稼げる編成を持っていった場合、青箱を安定して取れるんだよね。なんなら2位とか3位とか順位赤箱 MVP 箱とかを狙いやすい環境になってる可能性もあるんですよ。だからもしちょっと例えばだけど、今ラストストームハープグリームニルのことが足りてねえんだよっていうような人は、まあBP が3消費 BP3 消費だから美味しくないでしょって思うかもしんないんだけど、青箱安定、赤箱まあほぼほぼ安定みたいな状況で、まあ、しっかりと殴れる編成を持っていきさえすれば、割とうめえ環境になってる説はある。まあ、討伐時間かかるけどね。うん。ということで、まあ、もしかしたら、マグナ2の救援とかをしていくっていうのも手なのかもしれませんね。はい。ということでした。まあ、トレジャーゼロキャンペーンでいろいろとね、流れが変わって、救援の流れとかも変わっていくと思うんですけれども、まあ、マグナ2のマグアニはね、うん、結構使うだろうな。今後も多分消費数増えるんじゃねえかな。正直、俺は思ってますけど、まあ、マグナ2が大前提に立っ、マグナ2が、こうストッパーというか段階的に上がってって、まあ、
素養ポンみたいなことも全然週末四突の流れを見ていくとねあると思うから、まあ少しでも貯蓄しておいた方がいいのかもなんていうふうに思った次第でございます。まあただね、グラブルの運営がマグナアニマ、マグナ2のマグアニを配布した、あの周年イベントでね配布したことから見るに、マグナ2のマグアニってあの運営的にも足りてねえんだなってあ、これは足りてねえんだ、やべえわって思ってる説はあるので、まあ今後増えるかどうかは分かんねえけど、まあ少なくとも今足りねえよっていう人もいると思うし、俺もなんならこう本当に武器を全部作ろうぜって思ったら、マグナ2のマグアニが結構なストッパーになってヒーヒー言うと思うんですよ。っていう風に考えたら、まあ集めておくに越したことはない。で、自発はマグアニが美味しいよっていう話でございました。皆さんの参考になれば幸いです。まあもしアルティメットバハムと言ってない人はダークラブもしっかり忘れずに言っておきましょい。ということで、トレジャーゼロキャンペーンが来たので、ちょっと俺の所感を語っていく動画でした。5月4日までです。またお会いしましょう。じゃあ、バイバイ。